幸野屋さんがお子様用のテイクアウトのお弁当を作ってくれました。さあみんなで見てみますよ。いきますよ。じゃじゃーん。うわー、とっても美味しそう。彩りもとっても素敵ですね。このお弁当のポイントは何でしょうか。はい、メインがお子様が食べやすいように肉団子で作りました。はい、とっても美味しそうです。皆さん楽しみにしててくださいね。お子様のお弁当には平久山子育て支援室よりお子様マスクとフォトカードのプレゼントがあります。幸野屋さんにはテイクアウトのお弁当がいろいろあります。テイクアウトのお弁当以外にもメニューにあるものなら大丈夫だそうです。お子様のお弁当と合わせてたくさんの注文お待ちしてます。